大阪芸術大学舞台芸術学科特別公演。毎年夏に行うこの公演は、学生が見せる迫真の演技で見る者を引きつけます。今年度は芥川賞作家の開高健が1959年に発表した小説日本三文オペラを舞台化。かつて大阪城の近くに広がっていた軍需工場の跡地で生きた人々を演じました。新年最初の大阪芸大テレビはその模様をダイジェストでお送りします。ごまかせない瞬間、未来は叶うかな、届くかな。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。舞台芸術学科の特別公演は、南河内万歳一座の座長でもある内藤博典先生のもと、役者から音響、照明、美術に至るまで学生が加わって上演されます。今回の演目は、若い世代にあまり知られていない戦後の大阪で起きたお話。原作の世界観をつかもうと稽古に励みました。開高健さんのね、原作で、当時はものすごくベストセラーになった小説なんですが、まあ、今大阪の大阪城のあたりが、アジア最大の軍需工場だったみたいなことを言っても、今の若い人は分からないよね。で、終戦後そこにクズ鉄の山が土に埋まっていて、朝鮮戦争が始まって鉄の値段が跳ね上がったので、それを拾いに行って生計を立てている連中が大阪城公園の対岸に、いっぱい小屋を作って、町ができてたのよなんて言ったところで、へえなんて言ったけど、だからそれ自分で調べてごらんって、言ったら、まあ、みんないろいろ調べて、そしたらおじいちゃんおばあちゃんで、そうだよなんて話をしてくれる学生もいて、徐々になんかそうだったんだっていうリアリティがみんなの中にこう湧いてきたんじゃないのかなと思うけど、大阪を舞台にした大阪の物語、ど真ん中にあった荒野で何があったのか、この作品は群衆群像劇です。当時の匂いがしてくると思いますよ。最後は大スペクタクルで終わります。どうぞ楽しんでください。風に乗って獣の叫び声がしました。太平洋戦争が終わって間もない大阪、主人公の男はある路地で女性に声をかけられます。その物語は始まるのです。兄さん、10時から仕事があるんやが、どうも人手が足りひんもんで、助っ人に来てくれへんかいな。彼は出すのやで、飯も食わすし服も貸す、なんなら寝ていってもええ。どないや。そりゃ随分いい話ですね。そやろ。良すぎます。上等船の京橋やで。京橋に何があるんです。成り行きで鉄くずを拾って生計を立てる窃盗集団アパッチ族のもとに足を踏み入れることになった男。アパッチ族での生活が始まります。アパッチって何ですか。よっしゃ、心すっけ。大阪市城東区杉山町旧陸軍砲兵工廠跡地は、当時アジア最大の軍需工場であったと来たもんだ。昭和20年8月14日連合軍の集中攻撃により殲滅。35万6500坪という広大な面積と、建て壺を12万坪にわたる工場の残骸には手もつけられず、現在に至る。朝鮮戦争勃発後、いわゆる金変景気で、鉄の値段が本当たり3万円から10万円に上昇。それを破壊する通称アパッチの行動に拍車をかけた。大会とはなんじゃ、わてらが片付けなってんねやないか。
男は福助と名付けられますが、表社会から迷い込んだこともあって、一族の生き方に馴染めず言い争いになることも。明日の天気が心配だろ、家から一歩も出んこっちゃ、さっさと逃げて家に帰る。社会の闇に紛れて生きるアパッチ族は、軍需工場の跡地で鉄を掘り起こして売りさばく毎日。明日を生きるか死ぬかもわからない状況で、ただただ前を向き、貴重な鉱物を求めて、今宵も大胆不敵に盗みを働きます。バルブや、中にはパッキンにホーキンが入ってる。こいつは寝返え。こいつらまとめて面倒見ましょっちゅうこっちゃ。機動部隊が来よったら道具だけ持って逃げる。遠く行ったらあかんぞ。近くで一時退避っちゅうわけや。行くで。おいや、たとえ切り落とせたとして、どうやって運ぶんですか。しかし警察の取り締まりが少しずつ厳しくなり、毎日の生活が行き詰まるようになります。しっかりシーラー、アドバイスだ。さっぱりわやや。あきまえ、川の中にはごっつい杭が入っとるで。あれじゃ天馬が通れん、向こう側へ渡れんから。ほんまか、嘘言ってどないしまんねん。川にはアパッチ族の侵入を防ぐ杭が打たれ、その杭を抜こうと試みます。何やっちゅねん。入ってる。1日かけても膝もんでるのがやってや。あかんで、あれは。なんや、せちがらい世の中やな。なんで分かってくれんのやろか。ほっときゃ錆びて土になりまんねんで。それをせっせと陽光炉へ送り込んだってんねやないか。お国のためや。得することあっても損することはないやろ。何をガタガタ言いよるんや。今までみたいに毎晩ぶつ笑いにはいけんやろ。どうなりゃ確実に寝ないぶつ当たりつけて、確実な晩に確実に笑ってくる。これしかないで。確実な晩ちゅうはいつやねん。それをどうやって調べるっちゅうんじゃい。ボンと正月くらいはいけるやろ。アホなこと言うなっちゅうねん。そこいらのサラリーマンは毎日電車乗って働いて、それでも食えんと嘆いてんねんぞ。どうやって盆と正月だけで暮らすんじゃい。アホなこと言うなっちゅう。それに確実な物っちゅうはどうやって当たるんや。相当根のええ物当たらんかったらどないもこないもできんやないか。一回で一月食えるような物どうやって当たんねん。そんなん知ってたらな、昔からやっとるっちゅう。今頃大金持ちやっちゅうねん。何も苦労はないっちゅうねん。こんなとこにおらへんっちゅうねん。よっしゃー、作戦通りや。そんな状況を打破しようと、軍需工場の跡地を守る守衛の倉庫に忍び込み、銀の塊を盗む計画を立てます。みんなの名簿キムハンに渡してや。はいよ、キムハン。参加者全員の名簿でおま分け前間違わといてや。よっしゃどんちゃんや。あんたらはわてがかかる言うなら倉庫の前でどんちゃん騒ぎや。寝とった守衛が泡を口をつけやる。しかしわてらはただバカ騒ぎしとるだけや。どうすることもできんで、うるさい、なんとか言ってきよれ。構わず一緒に騒いだれ。その隙にとっとたや。おっしゃ。入り口はどこでもええ。倉庫ハンマーぶち越し、金担いでハイサイならや。ああ笑いや。はいな。電話線機
金の忘れんといてや。まあ、任せとくんだ。よっしゃー、ほな、行くでー。計画を実行に移す夜、留守を守る女たちはみんなの無事を祈ります。しかし女たちの祈りは届かず、計画はあえなく失敗。やられた、やられた、やられた。警官隊の猛攻に遭い、集落は踏み荒らされ、大切な仲間まで失ってしまいます。僕は挫折した。暗闇の中をただめったやたらに走って、掘ったて小屋のような家と家の間をくぐり抜け、裏から裏へ駆け抜けて、やっとの思いの外へ出ることができた。それもちょっとやそっとのことで脱出できたのではない。その夜の警察側の攻撃はかつてなく大規模なものであった。つくのなりよったな。せいぜいどことで生き延びてくれや。わしの言いたいのはそれだけや。時々頼りが欲しいな。生活の場を追いやられた彼らは集落を去ることを決め、アパッチ族の生活もいよいよ終わりを迎えます。そしたら1分も経たんうちにエンジンブルルや。途中まで乗っけて行ってくれんね。気が向いたところで降りるけ。任せときなあれ。よっしゃ、誰と他に乗らんか。お前ら4人も連れてや。どこや、ええか。よっしゃ、あんた時間に及んだこの公演、学生らは人間本来の持つエネルギーとロマンを見事に表現し、泥臭く生き抜いていくアパッチ族を力強く演じ切りました。さまざまなステージを生み出し続ける舞台芸術学科、次のステージを楽しみにして今日はお別れです。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。